はい、皆さんこんにちは。箱庭ゲームと農場ゲームを愛するおばチャンネルです。第1回目のアップ時は箱庭ゲームと農場ゲームを愛すると言っちゃうとコメント欄でどんなゲームがおすすめですか、〇〇はやったことありますか、なんて突っ込んだ質問されたら怖いなと恐れてしまい好きとしか言えなかったんですけど、なんか気配的に大丈夫そうなので愛すると言っちゃいます。はい、それはさておき、さあ本題です。本日のテーマはレアアイテムの入手方法です。このゲームで入手が難しいアイテムといえば拡張アイテムと草むらを除去するためのアイテムですね。まだやったことがない方のために紹介しますね。まず拡張アイテムについて、倉庫とサイロの拡張ができます。で、倉庫今私いっぱいなんですけど、これを拡張したいとなるとちょっとですね、これがまずカチッとレンガ42個必要、カラフルタイルやはり42個必要で、こっちからこちらカチコチセメントですね、同じく42ということでアイテムが足りません。はい、でとりあえず倉庫を拡張するためにはこの3つのアイテムが必要になってきます。レベル最初のうちはですね、少ない数で拡張できてたと思います。はい、じゃあ次、餌を、はい、私サイロはここに置いてます。サイロの拡張アイテムはゴロット丸太、ジャラジャラ釘、たっぷりピンキー、はい、どれもやはり46個ずつですね必要となっています。なんか可愛くてですね、もうディズニーさんのこのもうどの絵を見ても可愛くてですね、やってると本当にほんわかした気持ちになってしまいます。で他にですね、入手困難なアイテムは草むらを除去するためのアイテムですね。このゲームの中での醍醐味というのが、自分で使える農場の広さをだんだん大きくしていくっていうのがですね、このゲームの醍醐味の一つだと思うんですけど、最初はですね、自分のこの畑とかいろんな物とか動物飼ったりとかですねできるエリアがとても狭いです。で周りはほとんど草むらに覆われています。でそれをどんどんだんだん大きくしていくという形ですね。で私今レベル86まで今来ているところでして、草むらがちょっともうあまりなくなっちゃってます。この辺ですね、端っこの方に草むら残ってますけどね。はい、でこのアイテムを使って草むらを除去できますっていうのが、ミッキーマジックジョーロ、グーフィーマジックプロペラ、ドナルドマジックタンク。はい、でこの数なんですけども、これはですねレベルには関係ないようですね。この区画の広さというんでしょうか、それによって違います。ここは19個ずつですけど、ここは21個とかですね、ここも21個というふうに区画によって違いますね。で私ちょっとふと気づくとアイテムが揃ってますので、ちょっと拡張しちゃいましょうか今。はい、では行きます。ここの草むらを除去します。行け、はい、ファームの敷地が広がりました。どうもありがとうございます。今ですね、草むらの除去を行ったのでたくさんアイテムを使いました。なので満杯だった倉庫に空きが今できました。1150分の1093、60個ぐらいですね物を入れれるようになりました。でちょっと話を戻しますね。はい、
で、貴重なアイテムの入手方法について、はい、入手方法なんですけども、まずその1、ジャムの購入が全ての願いを叶えますと言ってしまったら身も蓋もありません。まずは自然に手に入れる方法を紹介したいと思います。これですね、花や農作物を収穫したり、出来上がった品々を回収していく際にいろんなアイテムが弾けるみたいに出現します。今ちょっとやってみますね。出るかな。このデコマジック発動というのは正直言ってよく分かってません。私これ大幅にリニューアルされた時にできた機能なんですけど、ちょっとよく分かんないですね。で、倉庫の方はですね、アイテムを拡張アイテム使ったので空きが出たんですけど、サイロの方は相変わらずいっぱいで、ちょっと今収穫できない。あ、できた。あ、植えた分だけですね、種を植えるとその分空くので、その分拡張できたという状態ですね。ちょっと長く時間がかかるものを植えちゃおうかな。すぐいっぱいになっちゃった。はい。で、自然に手に入れる方法ですね。花や農作物を収穫したりというところでは今は出なかったようですね。もっといっぱい収穫一斉にすると結構出ます。いろんなレアアイテムが。あとはですね、出来上がった品々を回収する際に結構手に入ったりしますね。ちょっとこの辺拾っていってみますね。出るかな。作るのはちょっと後回し。まずウェアアイテムが出現するかどうかですね。あれ、あ、今分かりました。ちょっと一瞬なんですけど、カチッとレンガが出ましたね。ちょっと作るの後回し。あ、今これはなんだ、ザクザクスコップかな。ザクザクスコップは、このここの海辺でですね、真珠やこれなんだっけ、ヤシの実、ココナッツ、すいません、1年半とか2年やってても何なのかはよくわからないもの、わからないままでも楽しめるということですね。ちょっと待ってね。これはこのココナッツでしたね。ココナッツジュースの材料にもなるんですけど、ココナッツ、またそこいっぱいになっちゃいました、を採取するときなんかに使えるアイテムでしたね。はい。で、今ちょっとまた集めれなくなったんですけどね、こういうのも回収していくと結構ですね、弾けるみたいにアイテムが出てきます。この予測できない弾けた出現の仕方が楽しくて、このゲームにハマった理由の大きな一つ、一因ですね、でもありますね。はい。で、入手方法その2、はい、イベントで入手する。だいたいいつも何らかのイベントが行われてますのでね、この辺で、あ、この辺でほら、カチコチセメント、これでもらえるよとかですね。これは、なんだっけ、これは名前がなかなか覚えれない、レンガ、何レンガだったっけな、まあレンガです。レンガがもらえるというふうにイベントでも結構もらえますね。はい。では入手方法その3、ワゴンから購入する。はい。ミッキーとミニーはいつもあなたの味方です。はい。こんな風にですね、アイテム丸太売ってますね。ミニーの方はちょっとそんなにレアなもの今回は売ってないですね。あとですね、ミッキーとミニーのワゴンについては、売り切れるということはないです。あなたにだけっていうか、まあ、プレイヤー全員にですね、買えるようになってます。ただですね、商品の入れ替えの時間がございまして、私は結構こまめにミッキーとミニーからは
いろんなアイテムを買わせていただいてます。まあ他の人に取られる心配はないのはこのミッキーとミニーのワゴンの中身ですね。はい、で次にワゴンというと、はい、入賞方法その4、フレンド、これフレンドっていうのかな、のワゴンから購入する。で私の友達、まあお互いに協力し合いましょうという友達がですね、何人いるんだろう、まあたくさんいるんですけども、そのワゴンの中で時々売られてます。ただこちらは早い者勝ちなので、タイミングなどの運によって手に入らず涙を飲んだりします。あと1個、あと1個このアイテムがあればと熱くなっている時は時々悲惨な目に遭います。倉庫がいっぱいで買えず、整理して戻ったら売り切れていて、絶叫した回数数知れません。はい、はい、自分のファームに戻ってきました。はい、入手方法その5、お知らせを活用する。はい、ここでですね、重要なお願いとしまして、積み荷の、これは積み荷してくださいという重要なお願い、あとゲストのお知らせ、ここでですね、素敵な商品を並べてを見に来てねと出ています。はい、こちらもですね、早い者勝ちです。ものすごい速さで売り切れます。ですのでレアアイテムなんかがですね、このお知らせから入手できたときは運がいいと言っていいと思いますね、私は。では続きまして、入手方法その6、プレゼントで受け取る。これですね、あの他の動画をアップしたときにもちょっと紹介してたと思うんですけども、あの広場のすぐ脇にポストがあるので、そのポストの脇にですね、未開封のプレゼントがあるときは、あのとこの、あ、ちょっと私のアバターが邪魔で見えない、ちょっと移動さ、アバターを動かします、しましません、ちょっとアバターが邪魔なので動かしました。このアバターのすぐそばに郵便ポストがありますが、この隣にですね、プレゼントの箱みたいなものがあるときは、あなたにプレゼントが届いてます、でもまだ開けてませんよというお知らせになります。今箱ありません、あと全部私は欲張りなので全部開けちゃった後ということですね。でここのこのプレゼントで受け取ることも結構あります。ほら、カチコチセメント1個プレゼントとかですね、ジェムも10個もらえるよとかですね、結構この良心的なゲームなので、いろんなものをディズニーさんがプレゼントしてくれます。でこんな風にですね、楽しく遊んでいるうちに、あのいろんな機会にレアアイテムを集めることができます。ただまあディズニーさんもボランティアではありませんのでね、あの夢の国とはいえ、でやっぱりジェムを購入してほしいわけです。なのであの出現するアイテムに偏りはあります。うん、これどういう風に偏りが作られるのかよくわかんないんですけど、私1回目初めてやった時に1回データを消去してしまいまして、その時は、この拡張アイテムの中の、あ、間違った、その時はこのサイロの拡張のですね、丸太がものすごく出てたんですよ。でもちょっともう一回改めてですね、ゲームを入れ直してやり直したら、丸太が逆に出てこなくなって、出やすくなるものが変わりましたね。それがちょっとどういう仕組みなのかは分かりません。はい、で出ないのを自力で集めようとすると結構根気が必要になりますので、手っ取り早いのはジェムの購入ということですね。はい、ではここでですね、ちょっとお金の計算というディズニーの世界にはふさわしくないようなことをさせてくださいませ。あの過去に結構いろんなゲームのサイトからゲームそのものを購入してるんですけども、だいたい1ゲームにつき2000円ぐらいとかかかってましたね。で1ヶ月持てばいい方で、クリアしちゃうと1ヶ月に 2つとかですね、3つとか、まあゲームによってはあっという間にクリアしちゃうので、もっと買っちゃったりとかしてたので、まあ月に1回購入してたとしまして、
12回、1年だと12回ですよね。そうすると私の計算だと2000円だったら24000円、1年で24000円です。でなんかもう私1年半か2年近くですね楽しませていただいているので、なんかちょっとこうやって計算してみると本当に私楽しく、本当に楽しくですね遊ばせていただいてたので、逆にちょっと受け取ってくださいって言った方がいいのかなというような心境にも陥ってきました。なんかディズニーさんありがとうございます。そしてごめんなさい。これからも末永くよろしくお願いします。なんかお詫びとお礼といたしまして、時々ゲームを紹介させてくださいね。どうかそれでお許しください。結局課金はしないのかよっていう感じですけど、はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。